ゴニヤマトです。今日はミリ旅の続きですよ。初めての方のために、ミリ旅とはミリタリーなところに旅行に行って紹介する動画ですよ。前回は東郷神社でしたね。今回は乃木神社ですよ。乃木大将においてはもう何回も動画で紹介してますので、よかったら過去動画からよろしくお願いいたします。早速行ってみましょう。乃木神社に行くには二重橋前駅まで歩いて千代田線で向かいます。乃木坂駅を降りてどっちへ行ったらいいの？心配ありません、すぐ隣です。ここに来て気づいたんですが、なんか全く神社に関係ない人々が多いですね。乃木坂46が同じ名前なのでたくさんファンが来てるんですね。絵馬にも推しの〇〇ちゃんがずっと幸せでありますようにと書いてありました。参拝客が多いことはいいことですね。でも少し乃木大将のことにも関心を持ってくれたら嬉しいなと思いました。乃木神社とは明治時代の大日本帝国陸軍大将乃木希典を祀った神社です。日本国内に複数の乃木神社がありますが、今回は明治天皇のご崩御に伴い夫妻で巡視した邸宅の臨地にある乃木神社ですよ。では境内の案内をいたしますね。雷神木、御神木らしい名前まである。この御神木の由来は昭和47年明治前夜に、本来なら同吹きの御本殿への落雷が考えられるはずだったものを、なんとこのクスノキが身代わりとなり本殿を守ったとされているのです。古くからの言い伝えで、一度雷神の宿ったお縁のものは悪事災難を取り除くとされることから、このクスの木片が収められている城西開運森のお守りもあります。水死鋭の開剣の夏目の木、日露戦争水死鋭の開剣の際、乃木の副官である金松が記念に持ち帰った夏目樹の三代目です。今も庭に青々とした葉を茂らせています。水死鋭の開剣とは、水死鋭の開剣といえば皆さんもご存知の方も多いですよね。水死鋭の小さな農家で行われた開剣、ステッセル中将の開剣後、庭で記念撮影が行われました。敗軍の将を思い乃木は退剣を許しました。これは両軍合わせて約8万7千人もの死傷者を出した旅順攻撃戦でロシア軍が降伏した後の水死鋭の開剣での記念写真です。通常降伏した側は退剣は許されないが、明治天皇からの武士の名誉を保たしむべきとの制止を受けて、ステッセル将軍以下軍曹の上勲章をつけ退剣していたアメリカ人の映画記事が開剣の様子を活動写真に収めたいと要望する。だが乃木はそれを認めず、副官を通じて丁重に断りました。ところがアメリカ以外の国々も撮影の許可を求め、なかなか引いてくれない。そこで敵将にとって後世まで恥が残る写真を撮らせることは日本の武士道が許さない。しかし会見の後、我々がすでに友人となって同列に並んだところならば一枚だけ撮影を許可しようと答えたのである。勝者が敗者を思いやり互いの栄誉を称え合ったのである。外国人記者たちはこの配慮に感動。この時の伝聞と写真は世界各国に配信された。こうした乃木の行動は日本の武士道精神を世界に知らしめる結果となりました。乃木は自決まで流刑になったステッセルの家族に生活費を送り続けていました。このような歴史的開剣の記念樹が未だ残っているのは感動ですね。正松神社、祭神玉木文之進の命、
玉城文之進は幕末維新に際し多くの偉人決死を輩出した長州萩の学者であり松下村塾の開祖です。また吉田松陰は玉城の甥にあたり村塾を受け継いで多くの国士を養成された教育者です。御祭神は玉城に支持され吉田松陰を深く敬慕されていました。これが御祭神の人格形成の元になったと考えられるので、乃木神社戦災復興を機に萩野松陰神社からお分霊を勧請し境内に鎮祭したものです。旧乃木邸。旧乃木邸は日清日露戦争の両戦役に従事し、明治天皇崩御の後に殉死された陸軍大将乃木希典の邸宅です。現存する家屋は乃木大将がドイツ留学中に見たフランス連隊本部を参考にして自らの設計により明治35年1902に新築されたものです。明治期の商館の邸宅は接客を目的とする豪華な建物が多かったのに比べ、旧乃木邸の外観は黒塗りの板張りで飾り気がなく、内部も極めて簡素かつ合理的に作られており、明治期の和洋折衷建築としても貴重なものとなっています。邸内は年3回一般公開しています。公開時には乃木家の貴重な遺品の展示も行われます。一般公開のスケジュールについてはウェブページで見れますので概要欄に貼っておきますね。乃木神社の中には馬小屋もあります。ここで過ごしていたスゴーという馬はステッセル将軍から贈られたものです。この像は京都伏見の乃木神社にあります。乃木大将が乗用された愛馬にはスゴー、新玉号などがいます。中でもロシアのステッセル将軍から贈られた白馬スゴーとその小馬である新玉号は特に大切にされましたので、神社創建時にこの2頭の像を社塔の左右に掲げて検証されています。乃木大将は戦場において馬は人と同様にその力を必要とすることから平時においても大層可愛がり大事にされました。そのことは東京赤坂の旧乃木邸の家内からも伺い知ることができます。スゴーは後に日本の軍馬改良のため種産馬として軍馬の大型化に貢献したと言われています。宝物殿。御鎮座90年を記念して修復奉納されたお祭神の石膏像、五十字の刀をはじめ遺言の杖、勲章、冠詞などを公開しております。ここで乃木希典武士道を体現した明治の英雄エピソードで伝える偉人伝という本が売っていましたので購入してしまいました。最後に負けたロシアの将軍ステッセルのことを少し。将軍ステッセルはモスクワ近郊の農村で静かに余生を送りました。出獄したステッセルは一時生活に困窮したが、それを知った乃木は名前を伏せてしばしば少なくない金額を送りました。逆に乃木が明治天皇崩御の後に殉死した際、ステッセルは皇室の御下資金に次ぐ多額の徴役金をモスクワの一僧侶とだけ記して送りました。ステッセルは晩年、自分は乃木大将のような名将と戦って敗れたのだから悔いはないと繰り返し語っていました。どうでしたか？乃木大将の立派な行いが少しも後世に伝えられず悲しい気持ちがします。微力ですが、これからも日本の偉人の紹介をしていきたいと思います。こうやって皆様に紹介することで私も新たな発見もあり勉強になります。ありがとうございます。ではミリ旅は最近の
今お見読みで何棒になれそうで、次の見る旅に行けるか心配であります。また行きましたら紹介しますね。では、ご視聴ありがとうございました。